豊田敏郎は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、自民党政務調査会副会長、内閣府大臣政務官、千葉県八千代市長、千葉県議会議員を歴任した。ライフワークとしては、所有者不明土地問題。国会議員唯一の土地家屋調査士の資格を持ち、市長3期の経験から、地域行政を悩ます課題に熟知しており、 土地家屋調査士の専門的な知見と組み合わせ、一期目にして土地に関する法律を2本成立させた。所有者不明土地は現在、九州の面積上と言われており、2040年頃には、北海道の面積に匹敵すると推測されている。日本のような所有権や、財産権の強い国での所有者不明土地の増加は、災害の拡大及び復旧の妨げ、公共事業の停滞、 工作法基地の解消、空き家対策など、地域の公益上の支障となる例が、日本各地で報告されている。今後は、戸建てだけでなく、マンションの建て替え等にも所有者全員の同意が、必要な現状の法制度の中で、相続などによる所有者不明の部屋が出てくると、建て替えができないなどの支障が生じてくる恐れも、危惧している。 2019年の参院選に伴う候補者アンケートによると2013年の参院選に伴う候補者アンケートによるとありがとうございます。